岩手競馬がもっと楽しく好きになる馬脳は、秋の岩手競馬注目のレース、皆さん、はい、秋の岩手競馬は注目のレースが目白押しですよ。どんなレースがあるんですか？まずは10月1日3歳秋のチャンピオンシップダービーグランプリがあります、はい、これはですね、全国の3歳馬の頂点が決まるレースなんです。全国も、しかも3歳限定なんですよね。人間で例えると高校生ぐらいですかね。なので、まあ、競馬の甲子園みたいなイメージですかね。去年はどんな馬さんが活躍したんですか？去年の優勝馬は北海道所属のシルトプレという馬さんが優勝しました。前シルトプレはエンリルに敗れたんですよ。で、3冠逃してるから、やっぱりここで屈辱を果たすためにも熱い戦いがあります。すごい、ここでリベンジを果たしたわけですよ。だいぶ話してましたね、うん、そうですね、実はですね、来年から3歳ダート競争の競争体系が大きく変わるんです。なので、今のような形でダービーグランプリを開催するのはなんと今年が最後。悲しい。最後のダービーグランプリってなるんですか？そう、見逃せないですね。岩手競馬の秋といえばマイルチャンピオンシップ南部杯ですよね。はい、このレースも全国交流競争で JRA や他地区の大馬さんが集まるレースなんですよ。1マイルっていうのが1600m のことなんですよ、うん、そうだからマイルチャンピオンっていう名前でして、短距離戦のスピードと長距離戦のスタミナ、これどっちも必要になるのがマイル戦っていうことなんですよ。去年の南部杯見ていきましょう。1着がカフェファラオです。まだここだとね、大丈夫かっていうぐらいで、うんうんうん、外からもね、刺してきてる、本当だ本当だ、シャマルが、でも、どっちか分かりました？分かんない分かんない、分かんないですよね。これぐらい激戦をね、制したのがカフェファラオだったんです。花差です。花ね、それ分かんないな。暗くなってきて照明で照らされた秋の盛岡競馬場もまた雰囲気が違って最高なんですよ。秋の競馬も楽しみですね。来週も馬のは見てね。